はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ストーカーロスアルファの続きをプレイしていきたいと思います。まず前回ですね、動画がちょっと逆になっちゃいましたけども、地震発生装置を止めて出てきたとこですね。で、帰り際にここで伝説のストーカーガイドさんですねと会って、で次にファングと話せということなんで、でファングは前にゴーストと会った場所ですねにいるみたいなんで、ここに行かないといけないんですけども、で話としては本来まずボロニンさんのとこに報告しに行って、でボロニンさんから、何か置き手紙が来ていたぞっていうので、伝説のストーカーガイドと会ってファングと話せっていう流れだったみたいですけどね。で今いる場所はここです。あの入っていいか迷っていた場所で、コメントいただいてフリーダムがいるっていう話を聞いて早速来て、でさっとこうちょっと探索したところですね。であとはここですね。モノリス。モノリス兵がいた場所ですね。ここの北の方に、最新のバージョンだと、ツールがあるらしいんで、それも取りに行きたいんですけども、まずは、このフリーダムの人ですね。この人なんかクエスト持ってるみたいなんで、まだ受け負ってないんですけども、ちょっと話しかけて。見知らぬ顔がここをうろついていっちゃ気分が悪い。名前はなんだ？俺はストレロク。ストレロク、目の前にいるとは驚きだ。俺が目にして、耳にしている限りじゃとってとてもいいやつで通っているらしいな。やっぱ評判いいんですね、もうストレロクは。あんたは仕事をこなせる人間だって聞いている。紹介が遅れたが、俺はルカシュ。この辺りでフリーダムのリーダーをやっている。この辺りで働いてくれる人手がいつでも欲しいっていうことなんで、その片付けたいことですね。でかい仕事の準備はできているのか。ここからそう遠くないところにファーゴッテンですかと呼ばれている場所がある。お前も聞き覚えがあるだろう。ないんですけどね。どこだろう。そこにいるマークスかのトレーダーが俺から盗んだ鍵を持っている。ラデルかなにある俺の大切なマシンを隠している場所のドアがそいつで開く。やつは俺が隠していることは知っているが、その場所までは掴んでいない。ならそこに乗り込んで行って取ってくるだけだな。まずはマークスのキャンプに入るための合言葉が必要だ。その近くでトレーダーをやっているストーカーのところに行くんだ。やつはそいつを知っている。実はもう合言葉は持っている。これ多分あそこですね。場所忘れちゃいましたけど、あのガウスライフルを取ってきてくれって言われたマークスのキャンプで、結局ガウスライフル 見つけられなかったんですけども、合言葉を手に入れたら警備をやり過ごしてそいつを取っ
ってくるだけで OK かな。夜に行け。奴らは片っ端からバーで酔いつぶれて爆睡しているだろう。だが気を抜くな。大抵奴は鍵をその辺に転がしたままでいる。まあ、夜に行けと。俺たちのためにこいつをやってくれれば、仲間はお前をとっても好意的な目で見てくれるようになる。それに俺も感謝の印にちょっとしたものを渡そう。 OK。 俺の PDA にマークをつけて、それから取り掛かろう。多分あそこですね。ルカーシュのためにマシンを回収。合言葉の場所ってあそこですよね。バーマン。バーマン。ここがロックされたドアで、どこだったかな。場所、デッドシーよりもうちょっと手前だったような。ここだ。ここじゃないですかね、多分。あれ違う？いや、多分そうですね。あ、そうですね。まずはコンストラクションサイトに行き、そこのストーカートレーダーからどうにかして合言葉は聞いた。うん。そして夜の間にマークスのキャンプに行って、その中に入ってバーマンから鍵を盗む。その鍵を持ってラデルに行き、開くドアを探す。ドアの先でファンタスティック機械。ということはまたあそこまで戻んないといけないってことですね。コンストラクションサイト、また場所を見失ったな。ここか。遠いな。はじめにファングに寄った方がじゃあいいのかな。そんな感じですね。あ、なんか仕事、他の仕事は？特になし。ああ、やっぱりランダムなのかな。ここにサーマルスコープが売ってる時もあるらしいんですけども、とりあえずそうですね、どうしようかな。
よし、じゃあまずファングですかね。ファングに会いに行って、そのついでにまず、ここら辺にあるらしい通路を一度探してですね。で、ここに行く感じかな。で、その後にコンストラクションサイトまで戻って、こっちか。あ、途中あれかな。ヤンターによってミュータントの素材も売ってっていう感じでやりますか。大幅カットになるかな、これは。あとは、そうですね、トランクの中のものを思い切ってごっそり売っちゃいましょう。売っちゃってお金に換えて、あれ、これどっから来たっけ。で、そうですね。どうせなんで、この際、シドロビッチさんの村まで戻るっていうのも、ありですね。で、ニンブルさんからお金もらって、フォックスさんに通路を渡して、で、改造してもらう。ちょっとだいぶ時間がかかりそうなんで、そうですね。じゃあ大幅カットでちょっとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、ファングのいる場所の近くまで来ました。で、来るときにバーキープさんにトランクのものですね。ちょっともったいなくて捨てきれない、売り切れないものもあったんですけども、結構売りましたね。結構売って、で、今お金が17万円まで貯まったっていう感じですね。早速まずファングに会いに行ってみましょう。初めて会いますね。今まで名前は出てきてたけど、まあ、ストレロック一味の中では新人、割と新人になるみたいですけどね。これがファングか。元で見た目が変わってるんで、実際はちょっと違うんでしょうけどね。あんまりかっこよくはないかな。ファング。頭がいいらしいですよね、でも。遅かったじゃないか、ストレロック。まるまる何ヶ月も経った後でようやく姿を見せようって気になったか。まあ、お前に何が起きようとお前の勝手だな、ともあれ、また会えてよかった。お前は、なんだかお前の顔に見覚えがある感じだ。ファングだな。おお、俺がファングだと思う。記憶喪失はまだ相当なものらしいな。まあ、時間が経てば、お前の脳みそもしっかりしてくるさ。だがそんなものはどうでもいい。結構あっさりしてますね、ファング。俺たちには取り組むべき重大事がある。ストレロック、俺たちが数ヶ月前に計画したことは覚えているか。いや、思い出せない。俺は前に書き上げた古い技術書から
解読機を組み立てようとしている。あ、なんかこういろいろ、うん、頭が良くて、いろんなもの作れるらしいですからね、ファングは。なんて読んだろう、ジェネレーターズ違うかな、の真下にある研究所を開くために、おそらくはその研究所がブローアウトのエネルギーや狂気の沙汰の全ての主、全てを主だって、主だって引き起こしているものを止める鍵を、ようやくゆっくりと思い出せてきた。で、次はどうする？俺は解毒装置の最後の部品を見つけたところ、俺はこいつをヤンターに持っていき、それからプリピアチでお前たちと合流する。それまでプリピアチのホテル26号室にいるゴーストと会っていてくれ。あ、待って待って待って、なんだ、ブローアウト、プリピアチに移動しろ。プリピアチでゴーストに会え。あれ、とりあえずここかな、ここで会うのかな。じゃあまずゴーストさんに会う前に、そうですね、下に戻って一度ヤンターかな、ヤンターに行ってミュータントの素材を売って、でここかな、コンストラクションサイトに行ってフリーダムの鍵を手に入れるっていう感じですかね。で、また上に戻ってくる。これ結構大変だな。はい、ではまたカッ、ちょっと話してみよう。お前の機械いじりのスキルはどこで磨いた？独学。やる気と時間がある限り何でもできるようになる。ふわー、なんか凄みがありますね。お前が PSI ヘルメットを説明しようか。じゃあ、また。
後で、鍵ですね。これは遠いぞ。じゃあ行ってきますか。まだまだだ。あ、オッケーオッケー。よし、じゃあ行ってきますか。はい、ということでヤンターまで来て、ミュータントの素材とかちょっといらなそうなアーティファクトを売って、でお金が26万円まで貯まったんで、まずはあのリペアですね。リペアしてなかったんで、あ、白い防護服に変わるんですね。でリペアなんですけど、この P、あ、SSP10。まずリペアして、で、ここの段階の改造ですね。データが必要。で、これを調べてみたら、おそらく、おそらく、ダークスケープ?ダークスケープのどこかにあるのかな、そのデータが。ちょっと取りに行きたいですね。そう、ここが改造できれば10キロ多く持てる。これを改造しないとこっち行けないですからね。これは探しに行きたい。で、あとリペア、この辺もしておきますか。一応これはこの人できないか。あ、ベレス探知機改造しておきましょうか。お金もあるし、ディテクターシステムアップグレード、5メートル範囲が広がるのかな。上げておこう。で、さらに上がるけど、これは何だろう。お金1580円。安いんで、この辺も改造しておいて。で、さらに範囲を広げる。この辺も改装して、多分ベレス探知機よりいい探知機はないと思うんだけど、でさらに範囲を広げる。これでアーティファクト探しがはかどるんじゃないですか。 OK。 あ、待って、でもなんだかんだで8万ぐらい減ってるな、もう。あんまり無駄遣いできないですね。で、次ですね。次は夜間に鍵を取れっていうことなんで、ヤンターからコンストラクションサイトのここですね。まだ2時3時ですか、夕方。じゃあちょっと夜になってから、あそこのマークスのアジトに行ってみましょうか。
はい、ということで21時になって今このマークスのアジトの前まで来たんで、ちょっと行ってみましょうか。もうちょっと遅い方がいいのかな。合言葉も OK ですね。ちょっと確認しましょうか。うん、夜の間にマークスのキャンプに行って、バーマンから鍵を盗む。PSI の嵐が近づいている。ちょうどいいんじゃないですか。ああ、でも鍵を盗む、この人移動してくれないかな。これか、バレないように取った方がいいのかな。ドアロックを解除し、マシンを回収しろ。 OK で、どうするかですね。次そうですね、ここまで来てるんで、ちょっとあそこ行ってみたいですね。ダークスケープのデータを探しにちょっと行ってみましょうかね。はい、ということでダークスケープに来ました。で、見つけました。ですね、ダークスケープのここですね。この建物、バージョン、最新のバージョンだとこっちなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、ここに、これね、全然これか、これこれこれは これであれなのかな。グレードできるようになったのかどうなのか。いやー、これね、すごい大変でしたねいやー、参った、で、そうですね、ここまで来たんで、シドロビッシさんの村まで戻りましょう。で、フォックスさんに通路を渡して、3段階目までアップグレードしてみましょうかね。いや、これはねすごいなはい、じゃあちょっとカットでまたシドロビーチさんの村まで行っていきたいと思います。はい、ということでシドロビーチさんの村まで久しぶりに戻ってきましたね。
でまずは多分ニンブルさんからお金もらえると思うんだけど、どれがニンブルさんなのかが、これかな。опять сапожищи хреновые подсунули。これかな？違う。あれ？あ、колбасу и батон на меньше хреново и старо делать。ニンブルさん。ニンブルさんいないな。最後はお金もらえないのかな、もしかしたら。コンタクトリストで、いないですね。最後はじゃあもらえないってことか、お金。それともなんかもっと入れていなくなっちゃったのかな、もしかしたら。仕方がない。じゃあフォックスさんにツールを。うん、タス完了。これで、改造できますね。まずここですね。ここアップグレードして、でこれで10キロプラス10キロ、これでかいですよ。で他をどうするかですね。てかこのスーツでいいのかっていう話なんですけど、そもそも。防弾が弱いんですよね。他は申し分ないんだけど、これ上に行くにはこっち側取らないといけないっていうことだったかな、確か。関係なかったっけ。衝撃性能を取って、あ、その後どっちにも行けるんだ。あ、だったらこっちも良かったかな。耐久性 15%、 銃弾の衝撃に対するアーマーの補助。どうなんだろう、これ防御力は関係ないのかな。いやでも、うん、と、防弾性能プラス 30%。 放射性、放射線は
もう十分強いんで、3段階目こっちを取るとしたら、ここで電撃を取ってた方がいいですね。電撃取って、こっちで、あ？ここまたデータが必要か。なるほど。精神性能上げて、出血耐性と自動回復。お金が、精神性能、これは何だろう。精神性能も十分なんで、こっち取ってみようかな。これは肺活量かですね。うん、じゃあこっちを取って、ここでまたじゃあデータを取らないとダメってことですね。いや、一気にお金がなくなった。でリペアして、武器ですね。武器も上げるってなると金がこれ足りないな。ちょっと防弾性能も、決してこのスーツで良かったのかな、違うスーツの方が良かったのかもしれないですね、もしかしたら。ちょっとシドロビッチさんのお店に久しぶりに寄ってみよう。What have you got in? あんまりいいもの売ってないですね。燃料缶だけもらっていこう。Good hunting, Stalker. どうなんだろう、なんか間違ってるような気がするな。この辺のスーツとかの方が良かったのかな。その時はその時また考えるとして、今回はまず SSP10。 はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。